こんにちは。こんにちは。今何時ですか？11時です。平日ですよ。どうしたんですか？今日朝起きたら親指ね、なんか脱臼してるみたいに、なんか骨がゴキゴキ言うようになって、なんか普段聞かへん音がするようになってきたから、先日動画上げさせてもらったんですけれども、あ、はいはいはい、非常にたくさんの人から無理をしないようにとか、同じような、症状であったりとか、うん、っていうお話をたくさん聞かせていただいて、ちょっとさらにもっとこう、もう早いかなっていう気になってて、で、私本当は土曜日に行こうと思ってて、うん、頑張って。言ったもんな、あの後な。そう。土曜日までは何とかやろうと思っててんけど、いやもう今日の朝はちょっともうさすがにもっと自分を大事にしなさいっていう声がまた天から降ってきて、ちょっと午前中だけ早出をして、半休ちょっと無理言って取らせてもらって、まあ今日かいちゃんがお仕事お家の日やって分かってたから一緒に連れて行ってもらおうかなと思って、ちょっと行ってきます。この間だってあれだあれですよ、親指外れてたとか言い出したからね、朝起きたら。なあ、やばいやん。だからちょっとちゃんと言ってきて、うん、先生に。お金ちょうだい。あ、お前ら。行ってきます。安全靴って言ってる。靴見て。知ってる。今言ってて。安全靴やな、言って。お疲れ様です。相変わらず病院は長いですね。今日はもういっぱいでしたね。あかん、もう無理や、手も足もあかん、開き直ってきた、あかんです。先生も言ってたやろ、もうあかんあかん、君あかんって言って、もう足も手もあかんあかん言って。ちょっとまた家にします。うん、家でします。なんと一つと思ってたら2個ありました。この部位の中で私は今2個やらかしてます。そうでしょ、はい、もうえぐいって、もう引退やな。やっぱり半年はかかるって言われたな。えぐー、なんか帰ってきました。大変ですよ、もう2個ですよ。いやもうほんま今日はめっちゃ混んでた。いや、やばかったもん。全然帰ってこへん。あの診察室出ても、はい、ほんまに座るとこもないし、なんかすっごい今日は今までで一番多かったな。膝の方ももちろん同じ病院に通ってるんで、はいはい、膝のちょっと触診もしてもらったんですけど、一生懸命ストレッチはしてるんですが、ちょっと外から触っても水溜まってるのがちょっと多くなってきてるねみたいな感じにおっしゃってたんで、3ヶ月ぐらいはちょっとストレッチで効果出るのが3ヶ月後ぐらいやからみたいにおっしゃってたんで、シップ貼って、まあ、痛みの目飲んだりしながら3ヶ月間は様子見ようと思ってます。良好っていうわけでもなく、まあまあまあまだわからんって感じですね。そうね、はいはい。で、これお手手なんですけど、4年ぐらい前に母子 CM 関節症っていうちょっと診断を受けた時に、もうすごい手もパンパンに腫れてて、その時で2ヶ月ぐらいちょっとお仕事がから離れたことがあるんですけど、現場からね。でそれとまあ同じような痛みやったので、まあ、行ってみたんです。そしたらもちろんこちらね、ナンバー15母子 CM 関節症、はい、ここ先生色塗ってます。ここの骨がやっぱりね、ここがすり減ってるよね、削れてきてるよ言って、はい、あ、これもまあ以前と変わらずっていうことなんです。これも以前はまあ2ヶ月休業して安静にしてたら、やっぱ腫れも引いて痛みも収まってきて、この4年間っていうのは仕事ができてたわけなんで、現状維持やったらまた安静にすればまたできるようになるでしょうっていうような感じで、まあ、飲み薬とシップと塗り薬っていうのをこちらをもらったんですね。もう一個がなんとね、こちらバネ指っていうんですけど、そうね、この2週間ぐらい前からかいちゃんになんか朝起きると親指がまっすぐになったままっていうか、こうなんかちょっとおかしい違和感があって、自分の思いでは全く動かせないんですよ。
右の親指が、うん、でかえちゃんになんか骨折れてるとかなんかいろんなこと言ってたんです。でもそれぐらい自分の意思で全然動かすことができなくて、起きてしばらくすると動けるようになるんですよね。でその動かす過程の中で手が弾けるんですよ、なんか親指がカク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 ってなんかコロ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 っていう、そうなんです、カクンカクンっていう感じで弾けるんですよね。その弾ける感覚っていうのはこの もちろんこの名前見てください、バネ指ですね、もうまさになんです、断髪指そのまんまですね、まさにこちらなんですよね。これって腱鞘炎が悪化するとこちらのバネ指っていうのになってしまうみたいなんですね。だからちょっと使いすぎにもう一歩度が過ぎたって感じかな、炎症炎のさらに向こう側らしいですね。そうそう、さらに使いすぎて炎症を起こしてしまってるのがバネ指っていうんですけど、指のところに腱が通ってるでしょ、筋ね、そこって腱鞘っていうベルトみたいなもんなんですけど、ベルト通しにこうベルト通すやん、そのベルト通ってるところが腱、うんうんうん、このベルト通してるところが腱鞘で、ベルト締めようと思ったらベルトの穴をスースー通っていくじゃないですか、うん、しゃあけどこのベルト自体が何かの炎症で腫れてしまってる、するとここを通りづらいんですよね。行くとカクン、わかります、通り過ぎる瞬間とか、そのでかいものが通り過ぎる瞬間、炎症しているところがこう通る時っていうのが痛みであったり、そういう手が弾くっていうような現象になるみたいで、ひどくなるともう曲げたまんまで、指が曲がったまんまで治りづらくなったりするらしくて、うん、でまあやはり朝が一番多いらしくて、うん、で温めるとすぐに良くなってこう動き出すらしいんですけど、だから軽症やったらまだ朝だけなんですよ。だからまあ、今ですね、そうです、まさに今ですね。それがもう昼間もそれになるようになってきたら、物が本当につかめないいうこと聞かなくなってしまうので、まあ私は親指だけなんですけど、ひどい人は人差し指もというかこう全体的にもなる方がいらっしゃるということやったんで、とにかく安静にする、先生がおっしゃるには半年ぐらいちょっと今までよりももっと気をつけて、あの安静を心をかけて生活をすれば、まあ、半年ぐらいで治るであろうっていうことやったんですね。でこれでも治らなかったらステロイドの注射を腱鞘内に入れると、で症状を抑える、まあ、できるだけ打ちたくないですけどね、それでもダメだったら切るっていう、ね、いやそういうふうにこうステップアップ段階があるんですけど、その私のこの腱鞘炎っていうのは軽度、中度、重症ってあるとすると今中度っていうところにいてる感じなので、うんうんうん、なのでまあ重度にならないようにしないとダメだねっていう話でした。それで今日もらったのはこちらのね、これは強いですからね、膝です、膝に貼ってます、膝の後ろに貼ってるやつと、これはやっぱり痛み止めと胃薬をもらってます。でこれはなんかね、でかいってこれ消炎剤の塗り薬なんで、まあ、1日3回ぐらい時間見つけては一生懸命塗ってくださいっていうことやったんで、これを塗りながら2週間また様子を見てくださいっていうことで、2週間後にまた店に行こうかなと思っています。でもね、非常に気になる言葉っていうのが、足であったりとかこの関節のバネ指もそうなんですけど、起こってる現象の中にもしかしてこれも疑われますっていう中に絶対入ってるのがやっぱり更年期って入ってるんですよね。ホルモンのバランスが崩れ出す時っていうのが入っているので、まあ、それも絶対やっぱこの時期やからなんかなっていうふうにも思ってます、うんうん、なので使いすぎであったりっていうのはもちろん絶対あるとは思うんですけども、やっぱこう婦人科の方でホルモンのバランスっていうところの治療も併用してやっていけば、なんかもっと軽減していけるかもしれないなとか、自分の中でちょっと明るい希望を持ちながら、今までってすっごい病院行かへんかったやん、私ツケが回ってきましたねめちゃくちゃもう週一で病院ですからね。なんかもう 何もせんでも治るとか勝手に過信してたところがずっとあったんですけど、あの前回動画上げさせてもらったんですけど、たくさんの、コメント本当にありがとうございました。本当ね、皆さんのコメントを見て、まあ、このままじゃあかんと思ったし、私もこう私なりに今アクセル全開で踏んでここまで来たと思うんですけどね、
それが、まあ、かいちゃんもいてくれてるし、もちろん自分も元気じゃないと、だんごと歩くのためにもっていう風にも考えられるようにもなってきたので、まあ、アクセルを半分ぐらいの力でお仕事に対してっていう熱意っていうかな、ちょっと肩の荷を下ろしながらやっていきたいなと思ってます。まあ、続けていこうとは思ってるんですけれども、最終的にどこかで決断する時っていうのは来ると思うんで、またその時はご報告したいなと思ってます。いやーもうこれはだからもうあなたの意思に関係なしにもう強制引退式が行われるかも。帰ってきたらもうレッドカーペット引いてやったらもうそういうことですよ。明日から強制引退です。この親指ってほんま悪くなったら分かりますよ。一番使いますから、ね、ものすごい力使うし、何をするにも使いますよね。こう親指使わへんってやることって一体何があんねやろっていうぐらいスマホぐらい、こうやってスマホは人差し指でやってもらう。そうなので、皆さんもちょっとこう違和感を感じたりとかしたら、何でもそうなんですけど、こんなんね、私が言うのおかしいんですけどね。いや、こうなる前にですよ。なかなかね、私が言うのはな、お前が言うなよっていうのを思うんですけど。いや、病院行っとんすけどね。でもほんまちょっと違和感感じたら、早めに行くことで、自分の症状を理解することで、使いすぎやったら使わないようにとか、工夫することで、症状って絶対早く止めれると思うので、病院行きましょう。ということで、まず2週間後ちょっと行っていきたいと思います。はい。行っとんすけどね。もう頑張っとんすけどね。もうほんまにね。